ボーデンベルダーは、ドイツ連邦共和国にいたザクセン州、ホルツミンデン軍に属し、ボーデンベルダー市は、ザムトゲマインでボーデンベルダーポレの本部所在地であり、ベーザーベルクラントに位置する。ホラフキ男爵、カールフリードリヒヒエロニムスフォンミュンヒハウゼンが生まれ、長年暮らした町として知られる。この町は、ハーメルンとホルツミンデンの間、ベーザー川上流に面している。 南東にホーグラー山が位置している。ボーデンベルダー近郊でレネ川がベーザー川に合流する。ベーザー川とボーデンベルダーケブナーで修道院近く、レネ川との合流点との向かい側にあるベーザー川の中州に960年以後にインスラという名前の市場長が創設された。百五十四年に騎士のハインリヒ二世、イ、フォンハムブルクがコルバイ修道院から、 この入植地を買い取り、1287年1月29日に都市圏を与えた。コンスルズの記録は1284年になされている。早くも1289年にはベーザー側の重要な橋が架けられた。この橋はハーメルンパーダーボルンとアインベック・フランクフルト・アムマインとの間を結びつけるものであった。1340年頃にホムブルク家のボードが 計画的に壁と塔のある施設を建設した。このことから、現在の地名は、バドーニス・インスラあるいは、インスル・デボドに由来すると推測されている。1409年に、ホムブルク家が断絶した後、この市は、ブラウンシュバイク・リューネブルク公のものとなり、ヒルデスハイム司教のフェーデの後、1521年に、最終的にカレンベルクエ営リヒ一世の所領となった。その間、 1418年にはホーグラー山の広大な森林を獲得した。1460年から1470年の間に三郎式のホール教会として、ゴシック様式の聖ニコライ教区教会が建設された。首郎には現在も1471年の鐘がある。1542年から1543年に宗教改革がなされた。 教会内には1608年のラいライバンがある。1899年から1900年に教会の南側に新しい内人が設けられた。また1960年から1962年には教会内の徹底的な改造が行われた。1654年から1658年のボーデンベルダーを描いたマテウス・メイリアンの同伴が1750年。 ミュンヒハウゼン男爵がボーデンベルダーの屋敷に戻り、ここで友人たちに嘘の経歴を語った。工業家の時代、川船の造船所や建築資材工場が立地した。この頃ボーデンベルダーはハノーファー選定工業に属した。1866年にハノーファーは併合され、ボーデンベルダーはプロイセンの都市となった。1886年にヨードを含む 折り当てた。死は、1797年に亡くなった、カールフリードリヒヒエロニムスフォン・ミュンヒハウゼンの館を1935年に獲得し、視聴者として利用するとともに、ミュンヒハウゼン男爵記念室を設けた。1972年に、キムナーデ、リューレ、リンゼ、ブーフハーゲンが合併した。ボーデンベルダーには2つのプロテスタントイコールルター派の、教会組織があり、 聖二古来教会とケムラーでの九州道院、教会である聖マリエン教会の二つの教会堂がある。また、この町には、ローマカトリックの聖マリア敬二義ン司祭区がある。この他に新士と派教会組織もある。さらにジェネレーションチャーチという名の自由福音派教会がある。ブーフハーゲン地区の少し離れた場所に、聖教三位一体修道院がある。 これは1990年代初めから存在している世界初のドイツ聖教会の修道院である。形式上はブルガリア聖教会の聖王、中央教区の会にあるミュンヒハウゼン博物館博物館前にあるミュンヒハウゼン男爵のモニュメントミュンヒハウゼン男爵の聖歌。現在は市役所として用いられている。ボーデンベルダーは連邦 B83 号線び B240 号線、修道八8 7号線、ベーザー自転車道沿いに位置する。建設資材製造、編集商業、編集主要なショッピングセンターは、旧市街のクローセシュトラーセである。この近くに、エデカ・マルクトがある。ハーメルナー通りには、建設資材のバンス PG がある。B83 号線沿いのグラスベク産業地区には、アルディ、レドル、リーウェイ、 シュリッカーの店舗がある。ベーザー川東岸にもリーウェイの店舗とキックの視点がある。ありがとうございます。